パクユチョンは韓国の男性歌手、俳優。東方新規 JYJ の元メンバー。東方新規時代の芸名はミッキーユチョン。身長180センチメートル、体重62キログラム。血液型は大型。左利き。アジア通貨危機の影響を受け家族で渡米。小学6年生からデビュー前までコリアタウンのある。 バージニア州フェアファックス郡シャンティリーで暮らしていた。現地では北バージニア肝人会に所属していた。子供の頃から歌手になるのが夢で、慣れない土地での孤独感などからピアノと音楽に没頭する。2001年、バージニア州で開催された歌唱コンテストで優勝。2003年5月にフェアファックス郡スプリングフィールドのワールド・オブ・ライフ協会で開催された。 1> 第1回、KBNTV 青少年歌謡祭で特別賞を受賞。同年オーディションを受けるため自ら渡航費を用意し、単身帰国。帰国後は、SM エンターテインメントに所属。また、帰国前に、在米コリアン系芸能事務所、ブラザーズエンターテインメントに所属している。韓国に帰ってきた頃、一人ぼっちでいたユチョンに初めて声をかけたのが、ユンホだった。 米国での経験があるため、韓国での練習生期間は1年5ヶ月と短期間であった。2004年に5人組アイドルグループ東方新規のメンバーとしてシングルハグでデビューし、2005年4月にシングルステイ Me ズメトゥナイトで日本デビューを果たした。東方新規ではミドルローパートとラップを担当。韓国ではミッキーユチョンという芸名を使用していたが、日本では ユチョンと表記していた。ミッキーは、もともと、アメリカ在住の際に使っていた、ミドルネームである。漢字の芸名は、引き雄点であり、秘密兵器や、神器の意味が込められている。2004年に、米国永住権を放棄して、韓国国籍を取得した。弟、パクユファントユニット、ユーストーリーを結成して、2009年1月に発売された。 東方新規の日本でのシングル、キス・ザ・ベビースカイの制作に参加した。2009年、ジェジュニアジュンスと共に、クレボというブランドを運営する化粧品会社の中国法人に投資し、それと同時に個別に、韓国ソウル市内で同社の販売代理店の経営を始めたが、同代理店は2010年に代理店業務を中止して、 パクユチョン個人のグッズ販売店に衣替えしている。2009年7月他の東方新規のメンバーであった、キム・ジェジュン、キム・ジュンスと一緒に SM エンターテイメントとの契約が13年専続など、異常な契約という理由で、専続契約効力停止仮処分申請を裁判所に提出。東方新規を脱退し、9月に JYJ という名前でグループを結成した。 同年10月、裁判所は、本案訴訟の判決が出るまで、SM 側は3人の独自の芸能活動を、妨害してはいけないという用紙の専属契約効力、停止仮処分決定を下した。2012年11月、JYJ と SM エンターテインメントは、双方が、すでに締結されたすべての契約を2009年7月31日に、終了し、 これに関するすべての訴訟を取り下げ、今後の活動に干渉しないという合意をして、契約紛争を終えた。2019年4月24日、薬物使用疑惑の影響で、所属事務所が契約を解除となり、所属事務所を通して、芸能界引退を発表。26日に、麻薬の使用容疑により逮捕され、29日に、違法薬物の使用を認めた。 同年7月2日、覚醒剤を使ったとして、麻薬類管理法違反の罪に問われた裁判で、懲役10ヶ月、保護観察付き執行猶予2年の有罪判決を受けた。2020年1月に、タイで、ファンミーティングを開催し、3月10日に公式、インスタグラムのアカウントを開設。3月20日の投稿で、写真集、サムデイを発売することを発表した。 2020年4月20日、グローバル公式ファンクラブ、ブルーシエロをオープンした2020年9月から2020年12月、タイで、活動2020年12月13日タイ南部の洪水被害で、ボランティア活動2021年1月韓国の2、都市に、マスク5万枚、寄付2021年1月20日、パクユチョン公式、YouTube チャンネル、 CLO, ープン二2021年8月12日ユーチョンから、ファンへ日本語直筆手紙公開2021年10月25日、パクユーチョン公式、YouTube チャンネル、ログブックをオープン。2021年11月8日、パクユーチョン公式、インスタグラム、ログブックをオープン。韓国日本、韓国日本、韓国日本、韓国香港台湾台湾ライン、日本タイ 韓国日本オンライン対グループ名義での作品については、東方新規のディスコグラフィもしくは JYJ ディスコグラフィを参照。グループでの出演については、東方新規出演もしくは JYJ 出演を参照。日本、ありがとうございます。